なんですけども、未だに、不安は取れません、僕自身も。なので、今日もどうなるか分かりませんけども、一生懸命、生徒に教えたいと思うので、まあ、どういうふうになるか分かりませんが、VTR、どうぞ。はじめまして。はじめまして。とりあえず名前すぐ忘れちゃうんだよね、これ。美咲じゃないです。美咲はい。美咲最後だね。はい。あれ美咲が秋田から。そうです。はい。来たんだね。はい、そうです。なるほど。で、まあフィンガーもピックもいけると。習いたいことフィンガーと、はい、そうなんですね。秋田県秋田市から、はい、わざわざ今日はどうやって来たんですか。新幹線を乗って来ました。来たんだ。はい。そして最後、はい、北区、北区、東京都北区、はい、まあアバウトですけども、はい、北方フィンガーピック、おー両方。あ、でもフィンガーは本当始めたばっかりなので、うん、なるほどね。こう指をこう使っていくとなんか落としても音がムラになっちゃう感じなんです、うん、まだ、はいはい、あで習いたいことがフィンガーと素早い指の切り返しと、はい、なるほどね。で課題曲、切な言葉はい、難しかったでしょう。あれかなり難しくて、そうでしょ。なんでね、これを、はい、まあちょっと簡単な感じで最後に教えていこうかなと、はい、で、美咲も思うはちょっとね、まだやっぱ難しい部分っていうのは多々あって、なんでちょっと、簡単な弾き方で覚えてもらおうかなと思っております、はいはい、まず、皆さん多分今、ね、すごい緊張してると思うんですよ、はい、で、そこでちょっと一つ注意を二人に、はい、言います。まず、人の目を見て話しましょう、はい、まずそこから、はい、前回のね、まあ、前回やったんですけども、やっぱりみんな目を見て話してくれなくてちょっと寂しい思いをしたので、なので皆さんはちょっと、まあ、今回しっかり自分の、ね、目線を合わせて会話なり対話なりしていきましょうか、はいはい、前回ですね、来てくださった生徒たちに僕のピックをプレゼントしたんですよ。なんでこれ、どうぞ。ありがとうございます。使ってください。ありがとうございます。もったいなくて使えない。しっかり固定して、はい、でこっちの右手でそう、これで固定して、でイメージ的には、はい、斜めとかこういうのじゃなくてまっすぐ、うん、そう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 添えて、優しく教えてもらいたいか、もしくは、まあそんな優しく、そんな、なんていうかこう強くやられたいか、スパルタでいきたいか、で、俺がこれグラサンをかけるかで、スパルタの場合はこうなっちゃうわけさ。あ、人間ってね、何かを身につけると変わっちゃうんだよね。こういうふうにね、こんな感じでやっていくか、
っちがいいと思う？美咲はどっちがいい？いや、優しい方。あ、はい。最後はじゃあスパルタで。スパルタでって言った。でもね、性格的にちょっと優しいからね。じゃあまず、じゃあ美咲の課題曲はまずとりあえず、はい、いきます。テンポについていけた？いや、ついていけなかったでしょ。はい、なんか音もちょっとなんか自分でやってたのと違うんで、うん、はいはいはい、はい、なるほどね。じゃあまず、イントロからやっていきましょう。はい、そうなんだ。でも何も百鬼夜行じゃない。いや、電話は気づくんですよ、これの。もうちょっと綺麗な歌詞あるからさ。ワン、ツー、スリー、フォしかあんま使わないから。あ、はい、風にアレンジしたから。はい、流れていくと、
弾けるって、これすごい、うん、ありがとうございます。結構練習したでしょ。しますね。はい。いや、俺つい最近なのね、覚えたって。これフィンガーです。だからね、ちょっと嫉妬する部分もありますね。うん、まあ、とりあえず A は終わりで、すごい重要でさ、はい、今のね、さえこの、この親指の位置っていうのが高いわけ、はい、だからこれを下に下げてやると指は広がるわけさ。あ、それでちょっとゆっくりやってみる。そう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 、こっちの方が楽ですね。そうでしょ。何気にこの親指ってすごい重要でさ、そう、それさっきのにうまく弾けたでしょ。はい。あとピックだね。どうしてもこっちが。しっかり持つ。持つ。しっかり。そう。それで今みたいに。
なんで、まあ、今見た感じだと、まあ、このテンポに合わせて弾くっていうのは結構至難の技なんですよ。はい。なんですけども、さっき、まあ、フレーズ見てて、あ、調整したいんだなと、挑戦したいんだなと、はい、もう心打たれたので、はい、まずイントロをやっていきましょう。はい、まず一回し目。やりたいんだね。やり
りたいです。教えたみたいにゆっくり最初はゆっくりでもこれはゆっくり弾いても、はい、結局音が出なかったら意味がないから音を出すようにこの親指をね、はい、どうやったらしっかり音が出るのかっていうところを自分なりにちょ弾いてこう確かめてって、はい、高かったでしょ。60万ぐらい。あ？60万ぐらいだったと記憶してます。60万でしたんだ。なんかその塗装がなんかやっぱりちょっと、うん、あと変な色ってなんか変わった色、変わった色だよね、なんで。へえ。なんか60万。そうです、オーダーメイドだったんで。そうだよね、はい、いやちょっと後ろ見てみてあれ後ろにさ、うちの神手の秋山マンソンが今日駆けつけてくれたんですよ。ちょっとね、暇なんですそうそう、今日はね、ちょっとね、仕事上で来てくださったんですよ。ちょうどね、じゃあちょっと、脇ちょっと60万円ですよ。マジで60万円60万円らしいですよ。一応なんか、お、素敵じゃない、ね、素敵なの持ってるでしょ。秋田県生まれの、秋田県生まれ、うん、秋田から巨新幹線でおぉ、すげえ。そう、まあ、俺に会いねえだけどねどうなんだ、先生ぶりは。いや、最高、最高です。よかったね。そう、よかったでしょ。その成果を見せて。え、ちょっと待って、あ、ごめんごめん、まだまだ、うん、まあいいんだけど、帰ればいいじゃん。え、ダメなの？恥ずかしいもん。メンバーに見れるって恥ずかしいじゃん。じゃあ頑張ってて。じゃあ頑張って。ありがとうございます。気をつけてね。本当は、一番最初のミーティングで、ちょっと、ね、美咲と最後に、一つ言い忘れたことが
ありまして、はい、私のことを、教官と呼んでください。じゃあ三崎頑張っていこうなって、最後頑張っていこうなって言ったら、教官頑張りますってこう言うようなセリフ言って。じゃあ行くよ。じゃあ三崎、これから頑張っていこうな。で最後、前も一緒に頑張っていこうな。教官頑張ります。OK! それじゃあまず、とりあえずそのことをノートに書いてください。カリスマベーシストの、ナオさんはナオさんイコール教官と。でまず、美咲に対して、はい、宿題です、はい、まずはあそこの A メロの、ちょっと困ってなんかちょっと忘れそうな部分をしっかり練習して、はい、何気にフィンガーの方は全く問題ないので、あ、うん、はい、むしろ上手です。あ、なんでね、他ね、何気に何もない、うん、あるとしたらやっぱその流れに対してうまくいけるかってとこだけだから、はい、なんで要練習して流れをつかんでください。はい、ぐらいかな。あとはあれだね、こっちに来るときは気をつけてくること、はい、ね、はい、なんかこう怪我とかしちゃったら面白くなくなっちゃうでしょ、はい、だからちゃんとそこは気をつけて来てください、はい、まず最後の場合はとりあえずピッキングをしっかり、あとは何気に流れはもう分かってらっしゃるから、はい、無理に音源に合わせて弾くんじゃなくて、はい、自分なりのペースでいいからしっかり音を出すところから始めて、はい、で徐々に速くしていくと、はい、うん、そんな焦らなくてもいいのでね、はい、うん、あとは2人に関してはもっとリラックスしてそんな緊張しなくてもいいからさ、はい、うん、ね、だから目を見て話せっつってんだこの野郎。ね、そう、やっぱ目を見て話さないと伝わるものも伝わらないし、そう、そうなんですよ。おい。そう、それはここだけでも、ここだけじゃなくても、他でもそう、私生活でも、学校でも、そのアルバイトしてるところでも、ちゃんと目を見て話して伝えると。はい、まあこれはベースに関係ないけどね。うん、まあそんな感じかな。はい、なんで次回宿題2人ともきちんと頑張ってください。はい、ということで、ここで締めたいと思います。お二方お疲れ様でした。お疲れ様でした。あまり上手にはできなかったんですけど、次回は流れをスムーズにできるように頑張りたいと思います。教官の教え方がとても上手だったので、とても楽しくよくできました。ありがとうございました。と今日一日教わってみて、と教官はやっぱりカリスマでした。と次回も一生懸命頑張ってなんとか課題曲をこなせるように頑張ります。ありがとうございました。俺です。今回、2回目の、教官として、皆さんお二方に教えたんですけども、やっぱり伝えるっていうのはすごい難しくてですね、なんかこう考えながら話している自分がちょっと嫌になったなっていうところもありつつなんですけども、まあ生徒に助けられた部分というのはすごい多々あって、すごいやっぱ生徒っていいなっていう気持ちになりました。そうですね、あとはまあ次回、まあ第3回目になるんですけども、まあいかに皆さん4人がどう
宿題をこなしてくるか、教官の俺としてはすごい楽しみです。なんで次回、いろいろなハプニングもあると思うんですけども、頑張っていくので、次回もお楽しみに。それでは、なおでした。